どうも関智一です。出た。先生、先生どうもご無沙汰しております。森川先生、3年先輩なんですけれども、僕にとっては先生みたいなねところもありまして、というのも森川さんが あまりにも優秀な生徒ということで当時後輩たちの発声の指導とかを任されていまして、とにかくねもう声がねでかいんですよ。無駄にすごいんですよ無駄にっていうこともないですけど、毎回授業に行くと森川さんが最初に発声を見てくれると、形でお世話になりました。ありがとうございました。すごい優秀だったんだ。